グローランサ、グローランサ、グレランサは架空のファンタジー世界。テーブルトーク RPG、ルーンクエスト等のゲームで使用されている背景世界である。主として、ルーンクエストのデザイナーであるグレック・スタフォードによって作られた。グローランサは、文明や文化については、中世よりやや古代に近く、様々な人間以外の種族が存在する。また、多数の神が存在する。 多神教の世界であり、神々は信仰する者に特別な魔法や援助を与えている。そして、どの神を信仰するかにより、価値観や規範が決まり、それは、社会のあり方に色濃く反映されている。いわば、神話と英雄の世界なのである。グローランサは、まず慶応者無者のボードゲーム、ドラゴンパスの背景世界として登場した。その後、 同社はこの世界を舞台とするファンタジー TRPG ルーンクエストを発動ゲームのサプリメントによってその神話、歴史、社会や各種族の生活などについて詳しい情報を提供した。また、これらの製品では神話、伝承や歴史について詳細に記述する一方、現実の伝承や歴史家の記述がそうであるように曖昧な部分や 矛盾点を持たせている点に特徴があった。現実味と奥行きを感じさせる、グローランサは、TRPG の世界で高く評価され、ルーンクエストの人気を支える重要な柱であった。後にルーンクエストが、ケイオシアム社からアバロンヒル社へ売却され、アバロンヒル社より、同ゲームの第3版が発行された際、著作権の問題から、グローランサは、 ルーンクエスト用背景界の一つに過ぎないものと位置づけられた。そしてアバロンヒル社はルーンクエスト用の背景世界としてファンタジー・アースを打ち出してバイキングなどの製品を出版したがこれらは質、量ともにグローランサには及ばなかった。グローランサがルーンクエストの主たる背景世界であることは変わらなかったのである。その後、 アバロンヒル社のルーンクエストは絶版となったが、グレック・スタフォードが新たに起こしたイサリーズ社は、グローランサを舞台とする新しい TRPG、ヒーロークエスト、ローアオーズを発売した。さらに、マングースパブリッシング社よりルールを一新したルーンクエストが発売されており、グローランサは支持を受け続けていると言える。なお、グレック・スタフォードとは別に有志によって書き上げられた。 グローランサ製品も現れており、いわゆるインディーズ出版が多数ある。2018年に、ケイオシアム社より第4版が発行され、公式に再スタートが行われている。グローランサの名称は、同盟の世界女神グローランサの名に由来する。主要な大陸は2つ。北方のジェナーテラと南方のパマールテラ。ジェナーテラ大陸が、主なゲームの舞台となる。地域によって、 全く異なる文化と文明が存在しており、それらが文明の衝突を繰り返している。そのため、グローランサの姿を確一的な言葉で表すことは困難である。人間族の文明レベルの平均は、青銅器時代の地球に類似したものになっている。最もスポットが当てられるのは、ジェナウテラ大陸の中原地域である、ドラゴンパス地方の万族ベルト地帯である。 ここは、オーランスはじめ嵐の神々を信仰する、サーター人をはじめする蛮族たちの領域である。荒々ぶる自然の中に行き、生活の中に神々の姿を見出す、素朴かつ荒々しい民族たちである。しかし、近年、北方のペローリアやダラハッパを支配している、ルナウ帝国が侵略を開始してきており、戦いの絶えない地域となっている。ルナウ帝国は、 赤の女神を信仰する軍事帝国でアリサー・サーンをモチーフとした巨大国家である。理性と法を重んじ、洗練された文明を持った国で高度な訓練で統制された軍隊を使い各地の併合を進めている。サーター人とは神話的にも文化的にも相入れないライバルである。領土の統括単位などの用語にサトラッピ、サトラップ。 サルタネーと、サルタンのようなサーサーアンアサの用語を駆使してあったが、ルナーの教えを受け入れる限り土着の進行、従来の統治機構を容認したなどの記述が、翻訳人や翻訳以前からのヘビーユーザー層に、ローマ帝国を強く想起させたため、日本国内では、ローマ帝国をモデルにしているとされることが騒ぎ、グローランサには、常に、コントンと呼ばれる、存在の侵入に苛まれている。 混沌は、触れたものを歪めてしまう恐ろしいエネルギーのようなものであり、グローランサの住民にとって多くは意味嫌われている。ルナウ帝国は、この混沌を制御し国益のために役立てようとしている。それゆえに、ルナウ帝国は、グローランサの諸民族からは混沌の手先とみなされることもある。グローランサの六界とは、地上世界、外界、地界、天界、精霊界。 深海のこと。グローランサには無数の神々がおり、その神々ごとに神話を持つ。グローランサの神話で語られる神与の歴史は神話ごとに互いに矛盾するところも多く、同じ出来事でも神々の立場によって全く異なることが描かれる。また、ある神話で描かれている世界規模の重大な出来事が別の神話では全く触れられていないことも多い。 このように多様な神話体系が混在する有様は、クローランサという世界の大きな魅力として、多くのファンから認識されている。嵐のパンテオンの出身、オーランスを信仰する人々は、オーランス人と呼ばれる。オーランス人はまた、太陽神イエルムの読み返り行に同行した、オーランス神の仲間イコール光持ち帰りし者たち、イトブリンガーズ、オーランス、ランカーマイ、イサリーズ、 チャラーナ・アロイ、ユールマル、肉体を持つ男、ギーナジャーの七柱や、オーランスの兄弟、フマクトや、ブロックスなどの眷属も信仰する。しかし、男は、オーランス、ジョア、オーランスの妻アーナルダ、大地の女神を守護神とする者が圧倒的である。ルナー帝国の信仰する赤の女神は、 神々の名役がなされた以降に生まれた月の女神で、オーランスと中空の覇権を激しく争い、混沌に強い関わりを持つ神でもある。実際の帝国民は、月の神殿の別の神聖や、旧来の信仰対象である、天空神殿の太陽神へエルムやその眷属などを信仰している。神々への信仰形態は、地域や種族によって様々であり、例えばサーター地方では、 オーランスの剣才とされる、アーナルだが、女権優位のエスロリア女王国では、六柱の守護、お神を持つなどとされる。また、ほとんどの神はあがめる種族の姿で描かれ、時には全く別の形態をとることもある。不膜とは、オーランス人の間では、名誉をもんじる戦士の守護神出るが、混沌の種族ブルーでは世界を破壊せんとする死の、先兵とみなされる。過去には、 神知者と呼ばれる神話改変者の諸行により、神格の改変や統合がなされることもあったという。神への信仰は地球上のヒンドゥー教に似た多神教であるが、地球でのキリスト教等に相当する唯一神を崇拝するマルキオン教という信仰も存在する。ゲームルール上はマルキオン教の神である見えざる神は物理法則や自然原理を崇拝するもので、 他の宗教のように人の姿で描かれることはなく、格好とした神格ではない。そのために、マルキオン、フレストルといった預言者が、信徒に真理をもたらしたとされる。使用する魔術も多宗派のような、神聖魔術とは異なる道を使用する。ルーンクエストの名の通り、グローランサの初力の源であるルーンの秘密を解き明かすことが、プレイヤーキャラクターの究極の目的である。 グローランサのルーンは、史実上のルーン文字とは、デザインも意味も異なる。神々は、通常2から4個のルーンを持つ。二つ同じルーンを重ねて持つ神は、そのルーンの根源力を所持しているということである。ルーンとはその表す、意味の力そのものである。例えば地獄から、死のルーンが発見されるまでは、グローランサに死という概念は存在しなかった。誰も死ななかった。 や、天空神の一員、イエルマリオは、人代、火のルーン、丸い光のルーンに、中心の点、熱のルーンで構成されるから、熱のルーンを奪われ、炎の力を失って、光の神になったという、エピソードある。人々は、自分の信仰する神のルーンを、持ち物や武器に掘り込んだりして、身につける。冒険の主要な舞台となる、クローランサ世界の地上界は、 北方大陸のジェナーテラ、南方大陸のパマールテラ、海洋、そして空中の領域である中空の四つの領域に分かることができる。人口のほとんどを占める大陸。気候は場所により様々なものに分かれており、文化や文明も様々なものがある。大自然に覆われた大陸。沿岸部には都市があるが、内陸部はサバンナや密林が多い。 地球のアフリカ大陸に似た地勢と文化を持つ大陸で黒い肌を持つアギモリ人たちが人口の大半を占いる。二つの大陸は広大な海洋を挟んで向かい合っており、そこには多くの島が存在する。地上海はドーム状の天空によって覆われており、天空に開いた穴から漏れる光が星となっている。このドーム状の天空と地上世界の 地面の間の空間のことを中空、中ぞと呼ぶ。中空はかつては風の神オーランス神が支配する世界であったが近年に赤の女神が台頭し中空に赤の月を浮かべた。オーランス神と赤の女神は中空の支配権をめぐって激しく対立している。グローランサには 非常に詳細な歴史が設定されており、グローランサ世界の学者が記したという設定の架空の歴史書などまで発行されている。グローランサは神々の実在する世界であるため、神話はまた歴史の一部でもある。前述した通り、グローランサは神話ごとに全く異なる歴史を語っている部分があり、グローランサの真実の歴史というものを知るのは困難を極める。歴史が 勝者によって語られるものであるならば、真実の歴史というものは誰にもわからないのかもしれない。グローランサ2のゲーマーたちにとっては、莫大なグローランサ関係の資料を読み漁り、それらの中から世界の姿を自分なりに解釈していき、同行の詩と語り合うのも大きな楽しみである。ここでは、ごく簡単に、グローランサの多くの神話で共通している、出来事の概要のみ記す。 宇宙の創生は神話によって諸説あるが、多くの神話では混沌の中から生まれたとされる。神々よりも先に、現象、元素、物質などといったルーンが生まれ、そのルーンから物質世界が作り出された。こうして作り出された物質世界は、グローランサと呼ばれるようになった。グローランサは世界であると同時に宇宙そのものを表す、母神でもある。一部の神話では、 宇宙蘭と呼ばれるものから宇宙が生まれたとしている。様々なルーンが発見され、そのルーンから神々が生まれるようになった。グローランサの中心にそびえる宇宙産スパイクに天宮の神々が集まり、神々によって世界に様々なものが生み出された。この創造の時代を緑の時代と呼ぶ。この時期、世界には死や時間といった概念はまだなく。 現在のクローランサと比べるとシンプルな姿ったと、される。オーランス神の神話などでは、人間族が作り出されたのもこの頃だと言われている。世界創造が一段落した後、世界は皇帝と呼ばれる神によって統治されることになった。イエルマリオ神の神話などでは、この皇帝を太陽神へエルムとしている。この時代は、太陽信仰をはじめとする多くの神話では平和に。 満ちた素晴らしい時代とされているが、オーランスの神話などではあっせいに、人々がえだ時代とされている。また、この時代に、ユール丸神によって世界に死のルーンがもたらされ、生命は死の定めを持つことになった。以後、不膜と神はこの死が適正に行われるように管理する死神となった。黄金の時代の末期、嵐の神である、ウーマスが、 皇帝に反旗を翻した。ウーマスとそれに従う息子や仲間たちと皇帝に従う神々、そして漁夫の利を狙う神々が互いに相争う神々の戦いが巻き起こった。最終的にウーマスの子であるオーランスが不膜とから盗んだ死の剣で皇帝を殺すこととなる。皇帝の殺害により世界から太陽が失われ世界は暗黒に包まれることになった。 世界の波権をめぐり、多くの神々が戦争に参加し、世界の混乱は激しさを増した。この時代は、嵐の神である、ウーマスイッパが特に目立って暴れ回っていたことから、嵐の時代とも言われる。また、太陽神である皇帝が殺され、地獄に落ちたことから、地獄では、地上とは逆に常に光に照らされる世界となった。 地獄で平和に暮らしていたトロールなどの暗黒の民は、これにより地獄を割れ、新たに暗黒の世界となった地上に、新たな生活権を求めてやってきて、住み着くようになった。小暗黒時代の神々の戦いの余波で、世界に、裂け目が生まれた。その裂け目より混沌が侵入してきた。神々の争いで世界が混乱する中、混沌は、人知れずこの世界を少しずつ犯していった。 これに目をつけたのが後に、不条の御神と呼ばれることになる狂気の神ラグナグラー、強姦の女神セット、病の女神マリアである。三神は、世界の裂け目からより、大きな混沌を将来させた。こうしてやってきた、混沌の軍勢は強力で、悪魔枠ボスや恐怖と暴却の神カージャボールなどの、強力な混沌の神には、グローランサカ神,神さえも叶わず、世界は滅亡の危機に瀕することになった。 混沌という共通の敵を得たことで、神々は急戦し、混沌と戦うこととなる。しかし最終的に、宇宙産スパイクが混沌の軍勢により爆発したことで、クローランサは滅亡したのである。宇宙産スパイクは、クローランサと想像と秩序を司る存在でもあった。スパイクの爆発は、 クローランサそのものを試産させ、バラバラになった世界を混沌の軍勢が飲み込んでいった。そんな中で、神々だけでなく常妙の者たちも必死に抵抗していた。この大暗黒と言われる絶望的な時代は、クローランサの神話の中で初めて、神々ではない常妙の者たちが本格的に活躍する時代でもある。あらゆる種族は互いの連絡が取れない中、 混沌を撃退するというただ一つの目的のために必死に戦っていた。その様子は我が戦い、皆が勝ったという言葉で表されている。必死の抵抗戦により、クローランサ陣営は混沌の軍勢を少しずつ押し戻していった。その中で戦いに終止符をもたらすべく、七人の神々がある冒険を開始した。それは地獄に落ちた皇帝。 太陽神を連れ帰り、世界に太陽を取り戻して再生させる冒険である。この冒険に参加した神々は、オーランス、ランカーマイ、イサリーズ、チャラーナ・アローイ、肉体を持つ男、ユールマル、ギーナ・ジャーの七人で、光持ち帰りし者、ライト・ブリンガーズと呼ばれた。光持ち帰りし者たちは、様々な冒険の結果、地獄の太陽神を連れ帰ることに成功した。 この時、神々は、世界の崩壊という悲劇が再び起こらないように、今後、世界に直接干渉しないことを誓った。これを、大いなる迷約という。迷約とともに、雲の姿をした謎の神アラクにラアラが現れ、雲の糸を使って、混沌の大御神,神であったカージャボールを捉え、またバラバラになった世界を繋げ合わせた。こうして世界は再生した。 名約により神々は世界には直接干渉することはなくなり人間などの常妙の者たちに間接的に力を貸すことで世界を運営することになった。世界を動かすのは常妙の者たちとなったのである。アラクニーソにラ空ラの子である字という神が現れ、時間という概念が世界に生まれた。こうして神話時代は終わりを告げ歴史時代が始まることとなる。 人が誕生してからの歴史を太陽歴と呼ぶのだが、太陽歴元年から太陽歴百五十年までを、クローランサの歴史学では、第一期と呼ぶことが多い。この時代は、常妙の者たちが文明を復興させていった時代である。混沌はわずかながら、世界に残っており、混沌の種族の襲来なども定期的に起こっていたが、常妙の者たちはそれでも、 文明を順調に復興させていった。その中で種族や部族同士の確執も起こるようになっていった。常名の者たちは種族や信仰する神々の違いによって住む場所を分け、グローランサはいくつかの文化地域に分かれることもある。そして彼らはその文化地域ごとに独自に文明や文化を発展させていった。この時代に最も発展した文明は、 ジェナーテラ大陸のドラゴンパス地域に起こったゼイアラン文明である。彼らは高度な知識と魔術を持っており、最終的にナイサロールと呼ばれる人口の神作り出すに至った。そして彼らはその信仰を広めるべく文化的侵略を開始した。白き光と言われたナイサロールは自らに下ったものにべての栄光を与えたと言われるが反発する諸部族も多かった。ナイサロールに 混沌を感じた者もいるという。しかし、ゼイアラン文明は、最終的に正方の英雄アーカットによって、滅ぼされてしまう。ナイサロールを、裏切り者グバージと呼んだ、アーカットは、仲間と共に冒険を、重ねついにルーンを見出し、神に等しい力を手に入れた。アーカットの軍勢と、ナイサロールとの戦いを、グバージ戦争という。この戦争の結果、 聖野ン文明を含む多くの文明は戦火に焼かれ、滅んでいった。太陽暦450年から1120年までを第2期と呼ぶ。この時代は中部海洋帝国とワームの UFO 帝国という二つの強大な帝国が世界を席巻した時代である。中部海洋帝国は新知者と呼ばれる者たちが作り出した帝国である。 会場の島々とジェナーテラ大陸の沿岸部を支配していた。新知者とは神話改変主義者のことでグローランサ世界のややこしい神話を統一した一つの体系にまとめ直してしまおうという学者集団のことである。彼らの行為は多分に一神教的な思考に基づくものでもあった。グローランサでは神話はただの物語ではなく力を持つ。 神話が語られることで世界に対して神秘的な影響を与えることができる。これを信仰魔術という。神話を再現することでそのキャラクターは頂上的な力を得ることもできる。これをヒーロークエストという。そのため、神話を改変して広めるということは世界を望むように作り変えことに等しいのである。ワームの UFO 帝国はドラゴンの剣族であるドラゴニュート 竜神族と同盟を結んだ人間たちにより、作り出された帝国で、ジェナウテラ大陸のドラゴンパス地域に根を張っていた。彼らはドラゴンから与えられた、強大な魔法を操ることができたと言われる。しかしこの二つの帝国は、太陽歴1100年頃に、ほぼ同時に滅亡する。中部海洋帝国では、おごり高ぶった新規者たちに、自然の法則が反発し、 帝国の拠点であった島を津波に飲み込み滅亡させ。また、この時から数百年にわたり、海洋には呪いがかけられ、あらゆる船が海上に出ようとすると、自動的に陸地に押し戻された。この呪いにより、上妙の者たちは、ほとんどの海上交通を行うことができなくなった。これを大閉鎖と呼ぶ。大閉鎖により多くの地域は、孤立を高めることになり、 第二期に発展した j テラ大陸の文明を大きく後退させる要因にもなった。ワームの UFO 帝国では支配者層と従属層の格差の拡大から反発が高まり各地で反乱が頻発した。そんな中でドラゴニュートたちが突如帝国を裏切り帝国の支配者層を虐殺してドラゴンの魔術の神秘を取り上げてしまったのである。それをきっかけに周辺の抑圧されていた。 諸部族がこぞってドラゴンパス地域の攻め入った。諸部族はさらに帝国に魔術を教えたドラゴニュートやドラゴンを憎み、竜族と激しい戦いを行った。その結果、怒れる竜族が退去してドラゴンパスに押し寄せ、彼の力人類を一人残らず一掃してしまった。これをドラゴンキル戦争と呼ぶ。太陽歴戦1 2 0年以降を第三期と呼ぶ。この時代は、 ルナウ帝国とそれに対抗する諸部族との戦いの時代である。二大帝国崩壊後のジェナーテラ大陸で時代の帝国として誕生した赤の女神を信奉する聖教一致の帝国がルナウ帝国である。赤の女神は大安国の時代に滅んだ月の女神であり、大いなる名役によりいくつもの神々が再生した後も行方が知れなかった。しかし、赤の女神が 人間に転生しているのを知った7人の探索者は、彼女にヒーロークエストを行わせ、最終的に月の神として昇天させたのである。赤の女神は、かつてのナイサロールの哲学である、啓発という教えを、自らの教義とし、混沌は、ただの力に過ぎず、制御さえできるならば恐れることはない。 むしろせっかくの力なのだから有効を利用すべきだと帝国の信者に対して教えを説いた。このことは多くの神々に脅威に移ったものの赤の女神の絶大な力は一筋縄ではいかず逆に赤の女神の群門に下った神々さえもいる。現在は赤の女神は神々の中である程度の地位を与えられた中で月の神として中空に居座っており 本来の中空の支配者である嵐の神である、オーランスとは、ライバル関係にある。ルナー帝国は、長い時間をかけて南へと勢力を広げていき、太陽歴1400年頃には、ドラゴンパス地域へ至った。第三版での現在、太陽歴1621年では、ドラゴンパス北方に存在した大地の女神を、信奉するターシュ王国はルナーに征服され、 文明、文化ともにほぼ完全にルナー化してしまっている。ドラゴンパス南方に存在した風の神を信奉するサーター王国はルナーにより滅ぼされたが、反骨精神の高いサーター人が住む、この地域はルナー化が父として進まず、サーター人たちによる反帝国活動が頻発している。予言では、ドラゴンパス地方を舞台にルナー帝国とそれに反抗する諸部族との大きな 戦争が近々起こるとされており、その戦いは神々さえも介入する全世界規模の戦乱の幕開けになるも言われている。その戦いは後の時代に英雄戦争と呼ばれると予言は語っている。第四版は太陽歴1626年から始まるように歴史が進められ、すでに英雄戦争が始まっており、サーター王国を占領していたルナウ帝国軍は 知り添けられ、新たな緊張状態が設定されている。グローランサにおける、異種族、人間以外の知的種族に関する設定は、他の異世界ファンタジーに比べて、かなり独特なものとなっている。大抵のゲームや小説で、エルフやドワーフといった種族は、人間とよく、似た存在であり、せいぜい異なった文化を持つ、別の民族程度の違いである。ところが、 グローランサの異種族はその多くが人間と一しく異なるメンタリティを持つ。そのため、プレイヤーキャラクターとして用いるには困難な場合も多い。また、グローランサ、ルーンクエストの生物や異種族には架空の学名が付けられている。例えば、ブラウンエルフの学名はデンドローサピエンスである。以下に述べる異種族たちはまとめてイニシエの種族と呼ばれる。 彼らの多くは人間族よりも古い歴史を持ち、神話の時代には人間の方が数ある弱小種族の一つに過ぎなかったと。しかし種族間の戦争や大異変、大いなる呪いといった諸要因によって人間に地方を譲ることとなった。来たるべき英雄戦争においては、赤日の栄光を取り戻そうと計画を巡らせる、イニシエの種族たちと人間の諸勢力の戦いも、 大きなテーマの一つとなる。グローランサには、種族、民族、宗教伝統などに由来する様々な言語が存在する。アバロンヒルカンの第3版では、サプリメント、グローランサの3分冊の一つ、グローランサ部に、各語族、言語の互換性を含めた、詳しい記述が紹介されている。楽しく、ご覧になりましたら、購読と良いです。 クリックしてください。